10センチ。触れたら話したくなくなるから、近づいたら離れたくなくなるから、今この時を1分1秒絶対に忘れないように。バイバイ。ああ、じゃあな。離れても変わらないから。僕らは青くて未完成なもの。待っててほしいなんて言えない。何年かかるかわからないのに。先生ってここの生徒だったんでしょ？7年も前だけどね。好きな人いた？いたんだ。ねえねえ、どんな人？夢に向かってまっすぐな人かな。でも待つって決めたんだ。何があっても応援するって。私と春樹くんの物語がつながらなくても。相田先生。いや、見よう。受賞が決まって速攻飛行機に飛び乗った。一番に知らせたかったんだ、ミオに。会いたかった。7年間ずっとミオが好きだ。私も春樹くんが好き。残り10センチ。